アンドレ・ジルはフランスの風刺画家である。本名はルイス・アレクサンドル合成で軍で、ペンネームはイギリスの風刺画家、ジェームズ・ギルレイへのオマージュであったとされる。1865年から1868年の間、パリのエイリ週刊新聞、ラリューンに有名な人々の似顔絵を描いた。ラリューンが発行禁止になると、 1868年から1876年の間、出版されたエル・エクリプスに風刺画を描いた。パリでギネ公爵と裁縫師である娘の間に、婚外子として生まれた。父親の死後、祖父に引き取られ、パリの王立会が彫刻アカデミーで版画を学んだ。レジャーナル・アミューザンに、最初の風刺画を描いた後、フランシス・ポロが編集する、週刊絵入新聞。 ラリューに掲載した差し絵で有名になり、その後迷子を今日の人物というコーナーに似顔絵を描いた。小さな体に大きな顔というスタイルで描かれたジルの似顔絵は特徴を捉え、それほど悪意のあるものでなく、多くの当時の有名人はジルに描かれることを望むほどであった。彼の描いた人物には、女優のサラベルナール、政治家の夫フォンビスマルク、ジュゼッペガリバルリ、 文学者のエミール・ゾラ、ビクトル・ユーゴー、チャールズ・ディケンズ、芸術家のナダール、音楽家のアデリーナ、パッティ、リヒャルト・トワーグナーらがいた。フランス第二帝政の皇帝、ナポレオン三世は、ジルの描いた肖像を好まず、1867年12月に、ラリューンは、検閲を受け、出版禁止になると編集者のポロはその後継紙として1868年8月に、 エル・エクリプスを創刊した。氏名のエル・エクリプスは前の雑誌名が月を意味していたので月食と名付けたものである。ジルは引き続きこの雑誌にも絵を描いた。1868年に裁判官をカボチャに見立てた絵を出版して訴えられ裁判になり禁庫刑を受けるがすぐに釈放されむしろ有名になることになった。パリの自由な芸術家たち。 詩人のシャルル・クロスや、ポール・ベルレーヌらと親しくなった。1871年の不仏戦争の敗北と、パリコミューンの成立の後、短い間、リュクサンブール美術館の学芸員を務めた。革命的な立場のジャーナリスト、ジュール・バレスが発行した新聞、ラリューにも、し絵を描いた。1876年に、エル・エクリプスの発行が終わると、 ラリューン・ロースセが発刊され、ジルが編集を行った。政治的な論争に関与することを避け、友人だったジュール・バレスと対立することになった。1881年に精神に異常をきたした状態で、ブルッセルの街をさまよっているのを発見され、精神病院に収容され、1883年にパリの病院に移された後、1885年に没死した。 ありがとうございます。